ライズバンタム級タイトルマッチ、王者大崎幸喜 VS 挑戦者大森龍之介。自分でもまあファンの方も思うと思うんですけど、あの飛び級マッチだと思ってます。ただまあ正直結構自信あるんですよ。大崎選手みたいなタイプを倒すには、まあ僕みたいな爆発力のある選手じゃないと無理やなと思うので、まあ楽しみにしててください。納得してるかって言われたら僕も納得はしてないですね。僕が圧倒的に勝って、防衛するんで、そこを期待しててほしいなと思います。信じて、自分を信じて。じゃあ、ほんまにすごいぞ。謝ることちゃうわ。最後マジ終わった、解放された。マジ解放された。メジャーマサトバーサス須藤君、僕が須藤君、岡本さんがあの時セコンドだった。風はなんかこっち吹いてますよ、絶対なんかそれは感じるな、肌で感じる、いろんなものから肌で感じてしまってるわ。なんか申し訳ないけど、なんかこっちの龍のためのタイトルマッチ、いや、なんかやってくれそうって思われてるから、試合はめちゃくちゃ入ってます。まあいろんな予想ありますけど、全員のその予想を覆せるような試合をしたいなっていうのは思ってますね。レベルの差を見せたいなっていうのはすごいあって、ボラーム通してボコボコにしたいな。そうよ、めっちゃすごいですね。そこら辺は気にしてますか？そうですね。まあでも言うて1試合ですし、その、まあ、今まで後期も強敵相手に勝ってきてるので、しっかり強さ見せつけれる試合になるんじゃないかなと思います。ゆっくりだ。一夜とかいいよ。これが今日のセミファイナルになります。第9試合です。第1ラウンドが始まりました。もう見ものですよ。もう一気にいくと思います。お互いお互いやっぱりこの1ラウンドの勝負だと思いますね。まばたき厳禁という2人のスピード、岸田さん、うわーという声が出ましたが、いかがですか？速すぎて、いつもあんな感じなんで、まあ、緊張はしてますけど、別に悪い緊張じゃないんで、全然いいんじゃないですか。隣にそうです、まあ、この隣にバナー来るんで、でもまあ僕もベルト持ってきてるんで、一緒に取ったらリングで、はい、並べれたら。圧勝ですね。圧勝。言いたいことがあるので、勝たないと始まらない。
その試合が評価されタイトル挑戦へとつながりました。チームエクサーレス、門口に続いて2つ目のベルト獲得なるでしょうか。大森龍之介リングインです。第8代ライスバンタム級王者大崎浩輝、後ろには兄の勝樹がそのベルトを高々と上げながらの入場です。ライスバンタム級の絶対王者、およそ5年間ベルトを保持した鈴木雅彦を下し悲願のベルト、ライズ史上初の兄弟チャンピオン誕生の瞬間となりました。自身初の防衛戦に臨みます。王者として絶対的なその差を見せての勝利になるでしょうか。青コーナー175cm 55kg エクスアレス勝利、同級4位挑戦者大森選手の爆発力、それは本当すごいのがあるんで、大森選手が早いラウンドとかで KO するんじゃないかなという予想です。ライズバンタム級 55kg リミットタイトルマッチ、3分5ラウンド無制限延長ラウンド、ラウンド1、さあいざ決戦へ。第1ラウンドが始まりました。大崎浩輝選手ディフェンス反応がいいんだ、今みたいな感じでディフェンスしっかりして内輪に狙っていこうっていうところでしょうね。蹴りで大崎浩輝は初の防衛戦になります。イライラしない、イライラしない、柔らかくに、柔らかくに、ガチガチガチ、大崎はしっかりとブロッキングをしています。大森はノーガード、まあいつものようなこのようなポジション、ハーフハーフ、やはりこの穴のないという大崎浩輝のディフェンスして、それ打ち終わり、なんかまあいろんなこうやっぱフェイントかけてきてたんですけど、まあ、正直全然動じてはなかったです。なんかそのフェイントごとなんかねじ伏せでやろうかなっていうのをずっと試合中思ってたので、めっちゃ効いたっすわ。めっちゃ効いた。ビリビリってきて、5秒やるからディフェンスと思ってブロッキングに決しました。ちょっと前半力が入りすぎてて、こう守るの大変だなっていうのをすごい感じた1ラウンド目だったんで、まあ、そういったところでもこうあそこでダウン取れて、まあ、2ラウンド目以降ちょっと肩の力が抜けたんで、大崎選手強すぎ。いや、どうだろう、近い距離は大崎選手の方がうまいんで、遠い距離で戦ってたいですね、大森選手は。オープンスコアシステムです。第1ラウンドはいずれの3ジャッジともに10対8、ダウンを奪った大崎浩輝につけています。足のフェイクもあるぞ、手のフェイクもあるぞ、ガード硬いなぁ、硬っ、俺とやってるみたいな、使っていこうか、細かいフェイントを出してきましたね。コーデまで行く、やはり手足の長さはあります、大森細かいフェイントを切った、大森のミドルが今度は入っていく、
ここで大崎が今中に入っていくところ、ちょっとバッティング気味になったでしょうか。あの当たった瞬間はもう一発で切れたから相手に切れたって聞いたっすもん。切れたって聞いたら、なんか切れてるみたいな顔してたから、あ、切れてんねやと思って。はい、左のあのまぶたのところが大きいな。うわっとカットしていて、これバッティングこれだいぶ再開したシェット深い、見にくいですね。多分大間としては一気にゲア上げて、このラウンド、次のラウンドぐらいで止められても行くしかない。両選手笑ってますね。大間来て、第2ラウンドが終了しました。かなりパックリいっていたというこの左の傷。大丈夫、呼吸しろ、まず呼吸しろ、まず呼吸しろ。めっちゃいいペースや、信じろ自分を。大丈夫。いや、もう2ラウンド終わってからずっと、あれお前の場合いけるぞみたいな、あの、あ、気持ち言われるの早いなと思ってました、ね、俺らこっからやぞみたいな、もう2ラウンドから言われてたから、あ、早いなと思いながら。青、大森吉です。10-10、イーブンです。大崎の左フック、いや、王者としての意地でしょうね。大崎選手も結構前出て、はい、結構リスク取っていって、左フック、来いよ来いよという大森、大森選手のチャンスですよ。ここパンチ、とんでもない強いパンチを浴びせていく大崎フック。おー、落ち着いとんねん、コウキ。手数だけ負けるなよ。余裕ある、信じて、自分を信じて。もうどうか、おー、ここで止めていく。やっぱ狙い膝でしたね。膝でお腹に入れていきます。そして飛び膝も大崎コウキが入れてきました。めっちゃしんどいって、相手いなしてるだけやから。めっちゃ疲れてる、疲れてるぞ、相手疲れてるぞ。疲れましたね、はい、本当だから、そう、力入ってたんで、後半なんかその力入ってる分疲れてきてはいましたけど、疲れてはいたんですけど余裕はあったかなっていうのはローラーの終始ありましたね、はい。倒されてもいいから、いけ、負けてん、最後やな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 、いけんぞ、いけんぞ、いけんぞ、いけるよ、いけるよ、いけるよ、絶対取ろう、やれよ、頑張れ、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ、取るぞ、いけよ、倒せよ、お前一人ちゃうぞ、一人ちゃうぞ。最終ラウンド、もう一番ドキドキしてます。あー、初めて言う、でも見えてる、反応してますね、お互い楽しんでますよね。ボディを狙っていく大森龍之介も何とか返していく。大森としては大崎を一旦ダウンさせなければいけない、させなきゃいけないですね。ゆうちゆうちガードを固める、ラスケ、10秒、ラスケ、ラスケ、バックスピン、バックアンドブロー、最後の逆転を狙っていく大森、しかしチャンピオンだ。いやいや、大崎選手強かったですけど、いや、大森選手誇っていいと思いますよ、はい、もうここまで5ラウンドでもバチバチやり合えてたんで、いや、すごい、いや、逆に大森選手に拍手かなと僕は思いました。
ジャッジ和田49対47、赤大崎。ジャッジ鶴永50対47、赤大崎。ジャッジ永瀬50対46、赤大崎。以上3対0の判定をしまして、勝者大崎浩輝。第1ラウンドにタッチでダウンを奪いましたチャンピオン、見事3対0の判定勝ち、初の防衛に成功しました。ありがとうございました。ありがとうございました。また戻ってきます。リュウ頑張った。いや悔しいですね。最後までハラハラさせられる試合やったんで、いやでも5ラウンド持つとは思わなかったですね。頑張りました。もう喉が痛いです。はい、ダンスやってもありがとうございます。ありがとうございます。ラストは出てましたね。ラストは出してくれてたんで、はい、まあこれからです。また頑張ってもらいます。いや、ごめん、いいだろ。ほんまにすごいぞ。謝る、謝ることちゃうわ。謝ることちゃうな。練習で実力以上出してん、今試合ほんますごいって。いや、でもあんかの陽気だったっすね、マジで。大丈夫、俺らにはそれは分からんかった。で、出てないから、いつものように。いやなんか悔しいですね、ほんまに。なんか今回の試合って自分で盛り上げて、自分が一番上に立ってなんか作ってきたっていう大会やなっていうのはすごい思ってたんで、なんかそんな大会をこう自分の形にできなかったのは悔しいなと率直に思います。それだけ、それだけ。ここからですね。しんどいですけどね、ここからもう一回上がるってめちゃくちゃしんどいですけど。大崎くん強かったですね。チーム2回目のベルトはじゃあお預けですか。まあ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 、そんなんね、いずれ。まあでも、しかも僕も次防衛しないと1つすらなくなってしまうんで、まあ、そこで、まあなんかやっとこういう時に僕がなんか強さ見せれればみんなもまだ勇気づく。次ボックス頑張ります。どうでした。素晴らしかった。やばすか。いや、胸張っていいと思う。結果は負けだけど、ファイターとしては負けてない。かっこよかったし、ふさわしい挑戦者だった。向こうの選手にも分かってほしい思いがあったんで、勝ちたかった。でも今回のはやっぱり、君が作ってきた。だからこそ彼も引き抜いてきた。入場の時、ほんま泣きそうだったんです。ご家族みんな泣いてましたよ。みんなバリ応援してくれると思って。全員でお前の方で全員俺がやらせる。ちゃんとやってたらこうやって応援してくれるなんていうのが感じです。なんかほんま頑張ってたら応援してもらえるなっていうのはすごい伝わったんで、なんかめっちゃ力になりました。ほんまにありがとうございました。みんな待っとってください。ほんまにすぐ戻ってきます。この腰にライズバンタム級王者としての印、チャンピオンベルトが戻りました。これで再びライズ史上初の兄弟チャンピオンが継続ということになります。ちょっと一個言いたいことがあるんですけど、井戸代表見ましたか、見ましたか。あんま舐めないでください僕を。そうですね、伊藤代表と中村さんの試合前のインタビュー動画見て、結構ちょっと口悪くなっちゃうんですけど、結構ムカついて。予想とこう勝ってほしいっ
ていう、なんか希望がまたこう分かれそうな試合っていうか、だいぶそれでもう見せつけだろうと思って、しっかりダウン取ってレベルの差を見せたんで、ちょっと伊藤代表に、はい、言っちゃいました。倒したかったっすけど、前が鈴木くんの偉大な王者なんで、まあ、伊藤代も言われてた通りだと思うんですよね。今のままでは浅井ここを得ないっていうのはすごく分かるので、あの言われてることが、ここはやっぱり勝って近づきたかったし、あの倒して、僕の自分の試合以上にやっぱり、まあ、緊張もしますし気合も入るので、まあ、ここで光輝が勝ってくれて、また次、まあ、今度は僕だと思うんで負けられないですね。最後よっしゃやったー最後マジ終わった、解放されたマジ解放された、めっちゃ近い引き上がりすぎ、めっちゃ近い楽しそうでした。2ラウンド目までヒヤヒヤしてました、めっちゃ疲れたんですけど、もうニヤニヤしてた、忘れるかなと思って、あ自分で、ね、あそれなりにも自分から、はい、あだから笑っとったのもあるじゃないですか、常にニヤニヤしてること、怖さを見せつけたいっていう気持ちがすごいあって、このレベルじゃねえっていうのを見せたかったんで、まあ、そういった部分でも常に笑いながら前に出てやろうかなと思って、まあ、ある意味心理戦じゃないですけど、まあ、それはちょっとありましたね。初めて見た人、俺も初めてだったあ、そうだよね、下かぶそうって言われるライズ、いろんなチャンピオンいますけど、僕たち大崎兄弟が本当のチャンピオンだと、本物だと思ってます。それを証明するために僕たちは結果で証明していくんで、ちょっと地味な兄弟なんですけど、注目してもらったら僕たちはもっともっと強くなっていくと思うんで、これからもライズも大崎兄弟も応援の方お願いします。ありがとうございました。いや本当にありがとうございます。もうずっとチャンピオンで、いやもうでも仕事素晴らしかった、チャンピオンどうってや、はい、また絶対出るまで、また強くなってもっと強くなって、はい、ありがとうございます。はい、背伸びしょ、まずこれで1回いきます。はい、OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。解放されたんで、よいしょ、夏休みが始まります。僕のキャバクラじゃないですか。キャバクラ、キャバクラこっちなんで、キャバクラ、おー、よいしょ、よいしょ、